はい、どうもウェルダンのほずみでーす。おもんないでーす。はい、ということでございましてね、アニメ映画のプロメアを見てきたんですね。はい、このアニプロメア、これ劇場特典なんですけども、ちょっと早速ね開封してみたいと思いますね。ちょっとね、これちょっとね、爪があれですけども、お、ちょっと待ってくださいね。劇場特典、一体何なんでしょうか、この劇場。おお、うわ、すごい。いや、これすごいですよ。これ言っていいのかな。いや、これすごいですよ。ここに書いてあるQR コードを読むと、でシリアルコードを入れると、新作アニメーション、これすごい見れるんですよ。これ映画の前日端で、このストリーミング再生は1つのシリアル番号につき3回しか見れないんですって。これすごいことになりましたね、映画界も。はい、ちなみに私、はい、リオフォーティアの ID カードと手に入りました。坂井雅人さんが声優やってるからってんで注目してたんですよ、前々から。でトリガーっていうアニメスタジオがあって、キルラキルとかグレンラガン手掛けた人がタッグを組んでまた作ってるんですけども、すごかった。やっぱ坂井雅人さんの声優の声やっぱすごいですよ。あの人吐息で演技するから、もう場が支配されるんですよ。だから初めにね、出るぞ声が、マット・バーニッシュを、マット・バーニ、先日起きたマット・バーニッシュ事件、ビーンってビルがね、バーンってパンされながら、こうなんか拡声器スピーカーから流れるんですよ、坂井さんの声が。いやだ、うわーってなって、でね、僕脇役だと思ってたんですよ。結構主人公2人いて、ガロとかなり重要な役どころでして、で僕ね、すごい一個発見したんですけど、すごいこのね、セリフがあるんですね。かっこ、やっぱ僕ね、劇場の予告編で初めにしたんです、映画プロメアって。うわーっと思った時に、で坂井さんのバーンって声優坂井雅人って出てきて、セリフがあるんですけど、ちょっとセリフ言いますね。パルナッソス計画、人類最後の希望だって言うんですよ。だからなんか人類最後の希望っていうから、なんかこれすげえアニメ始まんなと思って、予告の時ですよ、だいぶ前の予告の時見て、あ、これもちょっと見たいなと思ってたんですけど、僕一個ね発見したのが、セリフ全部スカパーにするとスカパーっぽくなる、スカパーの CM っぽくなる。今さっきのセリフ言いますよ。スカイパーフェクト TV、 人類最後の希望だ、なんか出てきたじゃないですか。坂井さんのそのね役、そう、クレイっていうのがいるんですけども、振り幅がすごいんですよ。途中から声をもう荒げるシーンが出てくるんですけども、そのギャップみたいのがすごい。もうあの人はやっぱその演技させたらすごいですよ。もう抑えた感情からの、まあ半沢直樹だったら倍返しだになると思うんですけども、いやー、もうそれだけでも僕ちょっとお腹いっぱいというかすごかったです。ないんですけど、明らかに笑かしにかかってる部分があって、ツッコミどころが結構あるんですよね。だからそこをむちゃくちゃはちゃめちゃに描いてるのが、その劇場アニメとして面白いところなんですけど、で流れるんですけど、やっぱトリガーの会社ってほとんど日本人、まあ全員か分かんないけど、日本、僕が見る限り日本人だったんです。だからジャパニメーションとしての新時代として、結構これはですね、柱になるっていうか、一個の代表作になる作品になると私ね見てて思いました。とりあえず坂井雅人さんの演技がもうすごいっていうか、もうね、これはまあ、あんま言えないんですけども、むちゃくちゃです。特に後半むちゃくちゃになってきて面白いんで、もう、まあ、見どころいっぱいって感じですね。なんですよね、工場が出てくるんです。やっぱ火消しですから、やっぱ江戸の火消しみたいな感じで、俺は燃える火消しのガルティモス様よみたいなこと言うんですよね。あの辺やっぱこのね、やっぱグレンラガンって言えばこうね、バギーンって合体してる工場なんですけども、いやー、ちょっとね、やっぱグレンラガンで描ききってる分、いろんなこうね変化を織り交ぜてやってますので、面白いなと思いました私。ということで、映画プロメア、ぜひ劇場でご覧ください。